監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。ね、ね、あの前回ですね、第62回ね、映画制作一人でできるもんはですね、邦画はなぜ面白くないのか。を検証しますというですねまたこういうですね、またこうね、各方面から怒られそうなですねネタをですね、まあちょっとね、あれやってたんですけど、まあね、今回はですね、ちょっとね、視聴者の皆さんから結構コメントをいただきましたのでね、コメントのご紹介したいと思うんですよ、ね、でコメントをご紹介しつつね、さらにね、邦画はなぜ面白くないのかということを検証していきたいと思いますよ。ね、皆さんですね、非常にですね、本当にもう素晴らしいですね、もうご意見、ね、コメントいただきましてね、もう誠にありがとうございます。ね、いつもでしたら、まあコメントいただいたらですね、こうメッセージをこうお返し、返信してるんですけど、ね。やっぱもうせっかくですのでね、もうこの動画をでもうね、こうね、こう返信みたいな形でやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初のコメントはですね、ステルス社員さんね、ありがとうございます。ステルス社員さんの、コメントなんですけど、邦画は市場規模が小さいですからね、ゆえに予算もかけられないし、映画に限った話ではありませんが、日本は村社会の論理を優先させますし、アニメやゲームは世界規模の市場を持っているようですが、邦画の全盛期は戦後直後から昭和30年代までと言われますね、とありますね。セルス社員さんね、さすがね、こうね、映画にはお詳しいあれですね。市場規模が小さい、ね、確かに確かにですね、邦画ってなんかこうね、こういろいろ売れるために一生懸命なんか作ってんのがいいんですけど、なんか日本人しか見ない映画ばっかり作ってるような気がするんですよ、ね、とてもですね、世界に挑戦する、ね、こう世界各国で上映してもらうんだというね、そういう気概に満ちたですね、作品ね、志の高い作品がなんかないような気がしますね、特に最近はね。で、ちょっと前まではあったような気がするんですけどね、黒澤明がめっちゃ金かけてる映画とかですね、ちょっと前、でもちょっと前、だいぶ前もそんなんなかったっすねゴジラなんかどうなんすかね、シン・ゴジラとか。でもシン・ゴジラね、あんだけ日本の字幕が出まくってですね、出まくってこうね、なんであんまりこう海外に向けて作られたような感じが気迫のような気がしますね。ね、さよならジュピターね、スケールのでかいね、ハリウッドもびっくりの特撮で挑むぞっていう感じなんですけど、ちょっとあれもね、内容が何であれですね、ステルス社員さんがですねおっしゃってるように、邦画の全盛期は戦後直後から昭和30年代までとはね書かれてましたけど、まあね、昭和30年代で言えばねキングコング対ゴジラとかね、あったじゃないですかね、あの辺なんかはもう本当に海外で売ることを意識して
した作りに、ね、なってると思うんですよ。で金も死ぬほどかけまくってですね、ね、でなんか一時なんかその昭和30年代ぐらいになんかその邦画をね、日本で作った映画を世界に売り出すためになんか国がね、日本政府がなんかこうバックアップしたみたいな話を聞いたことあるんですよ。ね、でね、なんかそういう資金の援助かなんかですかね。でそれでなんか海外にやっぱ乗り出していくためにはやっぱり怪獣映画だとね、いうあれでなんかその流れでなんか日活とか松竹がもうね、無理して怪獣映画作ったみたいなね、ガッパとかギララとかね、あの辺のものがババーンと作ったとかね、なんかそんな話聞いたことありますよね。ですんでね、やっぱりね、こう映画というですね、邦画というねものをですね、これから活性化していくにはですね、やっぱりね、日本政府がね、国がバックアップしないとダメなんですよ、世界に飛び出すために。ですんでもうね、国がですね、こうね、こう税金で、税金というかね、こういうあれでね、でかい映画を作って世界に飛び立とうねってならないんですかね。どうなんですかね、その映画で人儲けと言いますか、映画を一生懸命やろうという国会議員がね、あんまいないんですかね。ねえ、ということですよ。ね、はい、ステルス社員さんね、コメントまだ追加いただいてるんで続き読みますけど、大学4年の時、かっこ1994年、九州初の映画を作るというプロジェクトのスタッフ募集のチラシが映画サークルのポストに入ってました。確か高校生ハイスクールギャングかっこネットで検索したらヒットするかもという映画のスタッフの募集でした。ご存知ありませんか。で一度事務所に面接ではありませんが話を聞いたことがあります。東京で映画制作をしていた方が地元に U ターンして福岡を拠点に映画制作をするということでスタッフに誘っていただきましたが、就職活動時期であること、親の猛反対、そして自主映画制作で負った精神的ダメージかっこ笑いでお断りしました。あの時断らず、スタッフに参加していたら今頃どうなっていたのかなとふと思い出しました。まあ、路頭に迷っている、路頭に迷っている高さが大きいでしょうね、かっこ笑い。ねえ、ステルス社員さんで、大学生時代は映画研究部、ね、だったそうで、ね、私も映画研究部、ね、同じ時代に同じ、ね、大学は違えど、ね、同じ福岡の大学で映画研究部、ね、でした。なぜ当時出会えなかったと。でなんかこの九州初の映画を作るプロジェクト、なんかこれですね、私聞いたことあるんですよ、こんな話ね。94年ですよね。私がなんかですね、これ聞いたのは93年の何でしょう、石井壮吾という監督がなんか九州で映画を作るので、なんか映画研究部の学生を集めてきて、ね、こき使ったというなんか話は聞いたことあるっていうかですね、私が通っている、ね、大学の映画研究部の人がそのなんか石井総合のですね、なんかそのところの映画のスタッフになってね、なんかどえらい目にあったみたいな話をね、なんか、映画を作るのスタッフになるのと、あともう一つなんか集まったアマチュアの人たちが自分でなんか映画を撮るみたいなの、そういうのもなんか並行して行われていた的なことをなんか聞いたんですよ、ね、でそれで映画研究部でね、割とこうプロ志向といいますか、プロ志向の作品を撮ってる人が何名か行ったんすかね。で行った一人の話を聞いたら、なんか結構ね、なんか土木工事みたいなことをやらされたとかですね、穴掘りとかやらされたとか、あとなんかアマチュアの人がそういう本格的な映画を撮るのになんか
協力したと、協力したというかなんかね、出演したとね、なんか出演してたら、監督のが女が女の人で、で、その女の人が監督兼主演みたいなんですよね。でそのね、これもう本当うろ覚えなんですけど、いろいろ間違えてたらすいませんね、当時のね映画研究部の人とかね、あとね、その石井総合の映画なんとか参加したりとか、石井総合かもしかしたら関係ないかもしれないんですけどね。こんな無責任な放送し大丈夫なのかと。なんかその時聞いた時はその主役兼ね、監督の女の人がね、まあ、一応自分が主役なんですよ、女の人で、なんか何でしたっけね、歯磨きを朝しているシーンがあって、どっかで家の中か家の表かよく分かんないんですね。それをなんか一生懸命ですね、こうストーカーのように遠くの方からこうへっへっへっへみたいな感じで覗いている、ちょっと変態チックな男の役をその映画研究部の人がやったって言ってんですよね、その映画研究部の人がね。でこうなんかシナリオ段取りとかシナリオではただ覗いているだけみたいな感じだったのに、その、まあ、主役兼ね、なんか女の主役兼監督の女の人がいきなりシナリオ通りにやらずにアドリブをぶちかまして、なんか歯磨きをしていて、その男に気がついて、その自分を覗いている男に気がついて男に気がついて、で男の方に駆け寄っていって、おもむろにその男にキスをするというですね、シーンをなんか撮ったらしいんですね。で監督の特権かよみたいなよ、ね、でキスされた男の方はあまりの出来事にびっくら、ほらびっくら恋だなみたいな話を聞きましたよ、なんかね、キスされちゃったよみたいなね。まあね、その映画ね、ちゃんと完成したんですかね。なんかもう完成してね、もう作品としてあるのはもうぜひその作品見てみたいですよ、ね、でまあね、その後ですね、まあなんかいろいろ一悶着あったらしいですよ。もうこれ以上は言えません。一悶着ってその映画の現場で一悶着あったんじゃなくって、なんかね、ね、もういいですよ。その、ね、もうかそのキスされた人もね、もう今はもう立派な社会人、ね、それなりの地位を得てる人ですので、もうこれ以上はね、話さないようにしときますよ。ね、はい。で、このセルシュタインさんがおっしゃっている、ね、このスタッフのやつ、1994年ですが、私も就職活動を結構して地元に戻ってたんで、あんまりちょっとね、はっきりとはよく分かんないんですよ、これ。でしかも1994年といえばですね、ガメラ、平成ガメラの第1作目と、ゴジラ対スペースゴジラの、ロケ隊が、撮影が、福岡市に来てましたから、もうそっちの方に夢中になってましたね。まあ、ね。ね、なかなか暑い時代でした、ね、でこれのスタッフに加わろうとしていた、ね、まあスタッフに加わったらですね、もう邦画地獄、ね、今の邦画のありさまを見ていると、もうそこに携わっている人、ね、まあ、そこから監督とかはね、プロデューサーになっていくならいいんですけど、こう制作者としてですね、こう地を這い回るようなね、ことになってたかもしれませんよ、本当にね。まあ、ね、ね、映画は大変、ね、邦画はなぜ面白くないかというですね、話題からどんどん外れていってますよ、ね。はい、ね、次のコメント、ね、すいません、コメントですね、4件いただいてるんですけど、この調子でやってたらですね、多分めちゃくちゃグダグダになってしまうと思いますので、とりあえず今回は、ステルスサインさんの、コメントと、あと佐々木隆一さんのコメント2件のご紹介をさせていただきます。ですね、その後コメントいただいている石木丸さんと、かおチャンネルさんの
あの2名の方はですね、次回ね、次回ご紹介させていただきますね。これとりあえず映画制作一人でできるもんって、だいたい10分から15分ぐらいで、ね、短いね、あんまりグダグダにならないね動画ということを目指してやってるんですけど、さすがにこれ4名分ですね、全部紹介するともうね、毎週月曜日か火曜日に配信させていただいてます。筋肉マン考察改め田中の減らす口みたいになってしまいますのでとりあえずここはビシッとね、テーマはね、邦画はなぜ面白くないのかということで話していきます。はい、じゃあ佐々木隆一さんのコメント、これは観客の側にも問題があるんですかねもうね、もうこれはですね、私も常々そう思いますよね。観客側にも問題がある、受け取る側にも問題があるね。もう私もですね、他の動画でもね、もう散々言ってきましたですけどね、確かにですね、映画を見る側ね、まあ、映画に限らず漫画を見る側ね、アニメを見る側、この見る側にも問題が確かにあると思うんですよ。この見る側のこう想像力のなさというかですね、こう何て言いますかですね、懐の狭さというかですね、心の狭さというかですね、ね、それがなんか顕著にあるような気がするんですよね。それくらい分かってやれよみたいなね。で、しかも最近ネットが発達しているおかげで、もうちょっとでもですね、自分が気に入らない映画とか、もうね、受け止められない映画になってしまうものを見てしまうと、まあもうネットでですね、もう、ああでもね、こうでもね、でもうまくし立てますしね。で、それをですね、やっぱ制作者は見てるんですよ。ね、エゴサーチとかして。ね。だから、昔は、そんなね、SNS とかなかったから、もう映画を作ったら、もうね、よっぽどのことがない限り、制作者にそんなダイレクトに反響なんか返ってこないもんだったんですよ、昔は。ね。なんせね、その映画の制作者の周りは、そのね、自分を忖度してくれる、ね、人たちだらけなんで、そんなダイレクトに、お前の作った映画はおもんないとか、わかんないとかですね、来ないもんなんですよ、ね。まあ要するにこうね、竹中平蔵状態ね、池上彰状態だったんですよね。竹中平蔵の平チャンネルも、池上彰のなんすか、YouTube チャンネルも、まあやね、こうね、俺の批判をする人なんかほんのネットのほんの一部の人なんだ、だから YouTube でね、自分の主張をしてもきっとグッドボタンがいっぱいつく、バッドボタンなんてほんの一部の人にしかつかないもんなんだ、よーし YouTube チャンネルをやるぞーってやったら、もうバッドボタン押されまくりのですね、批判的なコメントの雨あられで、うろたえるみたいなねね、で特にね、もう映画を作っている人でしたらですね、もうそんなね、ね、もうこんなね、もう芸術家ですからね、もうガラスのハートですよ。そんなガラスのハートの人たちがですね、そんなダイレクトに批判なんか受けた日にはですね、もうしょぼしょぼしょぼってなんでしまうし、映画のプロデューサーも、ああ、僕ちゃんの作った映画が全然受けてないんだ。よーし、こうなったらもっと、みんなにもう、世間の人たちにこびた上に、みんなの分かりやすくて、もう絶対受ける、外さない映画で、もうなんか彼女とか死ぬ映画にするぞーみたいな、ね、こうテレビの流行りのタレントを使った映画にして、もう文句なんか言われたくないもんみたいな感じになってしまうんですね。はい、佐々木隆一さんのコメントを、まだちょっとしか読んでないです。申し訳ないです。じゃあ続けます。低レベルな映画でも、イケメンやアイドルで釣ればホイホイ金を落としてくれる層って常に一定数いますから目利きの映画マニアなんかよりそういう層を相手にする商売の方が楽なんでしょ、映画会社もねえ、もう全くその通りですよね。ね、やっぱ映画、商業映画なんですから金がもらえてなんぼなんですよ金
姉がいくら稼げるかが全てなんですよ。ねえ、ねえ、まあね、これをね、ね、映画をテーマにした動画なのに、またプロレスの話を持ち出しますけど、ね、新日本プロレス、ね、新日本プロレスが最近ね、ちょっとね、昔からのプロレスファンからあんまり評判が良くないと、ね、昔は良かった。いや、昔って言ってもね、ほんの10年ぐらい前ですんで、めっちゃもう棚橋博とかいましたけどね、棚橋、天山、小島は全日本プロレス、ちょうど10年ぐらい前に新日本に戻ってきましたね。その頃のプロレスはまだマシだった。なんだ今の新日本プロレスはみたいな感じになってるんですね。で、私もね、思ったんですよ、ね、まあ、イケメンレスラーが出てくるのはまあね、時代の流れですからしょうがないんですけど、ね、でもあまりにもイケメンレスラーばっかりで、もうちょっと武骨なレスラー出せようとか思うんですけど、ね、なんかね、若い子、特に女子にこう媚びたようなね、あの団体になってしまってるんですよ、新日本プロレス、ね。で、まあ、それについてはですね、やっぱね、こう映画に詳しい、映画じゃないプロレスに詳しい方のお話を聞けば、やっぱりホイホイ金を落としてくれる主な客層は女の子、若い人たちなので、その人たちに媚びて当然じゃないかと、ね、新日本プロレスだってボランティアでやってんじゃないんだぞって、ね、金払ってくれる人に尻尾振るんじゃーみたいなね、感じなんですよ、ね、逆に、ね、昔からのね、頭の固いプロレスマニアは意外と財布の紐が固いと、ね、私の、知り合いの、プロレス関係者の方はおっしゃってました、ね、確かにそうだと、ね、佐々木隆一さんのコメントにもあるね、目利きの映画マニア、ね、目利きの映画マニアってのは、まあ、口うるさいだけでね、もう財布の紐はめっちゃ固いと思うんですよ。それかもうね、なんかね、アイドルが出るといいだけでね、イケメンのアイドルが出るといいだけで、こうね、すぐに金をね、もうね、ホイホイね、使ってくれるね、もう財布の紐の緩いね、客にこびるのはま当然だと、まあ、これはまあ商業主義だとね、というね、こう非常にね、こう邦画の未来をお先真っ暗だみたいな話になってきましたね。ね、でもね、まあでもそうあってもですね、やっぱり映画って映画なんですよ。何を言ってんだと。映画というものはやっぱり映画じゃないとダメなんですよ。プロレスだってそうですよ。それはね、金払ってくれるね、ね、お姉ちゃんたちにね、尻尾振ってね、もうね、靴舐めるのもいいんですけど、やっぱりプロレスはプロレスじゃないですか、ね、映画は映画じゃないですか、ね、もう何言ってんだとね、何わけのわからないこと言ってんだって言いますけど、映画は映画なんですよ、ね、腐っても映画なんですよ、ね、ね、まあこのままじゃね、こう邦画もプロレスもね、滅んでいく一方ですよ、ね、というわけでね、話がまとまらなくなりました。というわけでね、次回はね、ステルス社員さんじゃなかった、カオチャンネルさんと石木丸さんの、コメントを紹介していきたいと思います。あとね、またこの前回のね、この第62回の動画にですね、またね、さらにコメントを皆様ね、新たにしていただいた方のコメントも紹介していきたいと思います。